原爆犠牲広島の石踏みは、広島県広島市の広島平和記念公園内に、ある石碑。広島県高校生平和ゼミナールによる、被爆瓦保存活動の一環として、1982年8月5日に、混流された。広島県高校生平和ゼミナールは、第二の原爆のこの像建設運動と位置づけて、その石碑を混流した。幅3メートル。 高さ1.5メートル奥行き0.7メートルの石碑。石碑の上にはブロンズ像。石碑内には原爆瓦が埋め込まれている。石碑には当時高校生だった被爆2世の原案をもとにした碑文が刻まれている。2014年には2001年の芸洋地震で破損した石碑の修復も行われた。1977年7月。 広島電気大学附属高校車検クラブによる元安川での被爆瓦を掘り出す作業が運動の始まり。その後、1978年2月に広島の高校生たちにより広島県高校生平和ゼミナールが設立。平和ゼミナールが活動を開始した1977年頃は元安川には広島市への原子爆弾投下で散らばった。 原爆瓦が川底に多く埋まっていた。その後、1981年2月11日の新聞で、広島市は原爆投下時に散乱したレンガや瓦を建設省大田川土木事務所の許可を得て清掃する法人を表明。平和ゼミナールは同日中に川底の調査研究とそれまで整備を早急に行わないように申し入れ、広島市との調整は平行線に終わり、 それ以降、河原を掘る運動は盛んになり、同年4月には幼稚園児から高校生まで参加する活動に発展。5月31日には市民、被爆2世、さらには修学旅行生たちも参加するようになっていた。1981年7月には市民の間からも保存の声が出始めるようになった。当初は河原の保存、 ましてや石踏みの建設に否定的だったしも態度を変化させていき、1981年10月に石踏みの建設が決定。1981年12月には1回目の募金活動を実施。1983年1月10日までに3400万円近くを集めた。活動開始時には10枚の原爆瓦を掘り出しただけだったが、 平和ゼミの100回の活動で約7000枚の原爆瓦を発掘した。掘り出された瓦は原爆体験伝承教材として活用された。ABC 広島市への原子爆弾投下で被爆した瓦のこと。表面が溶けガラス状の粒が発生。2000度のカスバーナーの火を数秒当てる再現実験で同様の瓦が再現されている。 そのような瓦は爆心地から 1km 圏内で確認されている。ありがとうございます。